はい。皆さん、こんにちは。熊沢ですえ。前回に引き続き、またえ、動画に寄せていただいた質問にご返答をする雑談でございます。はい。前回はね、DAW ソフトを使い分ける上でのデータのやり取りどうしてるのっていうような質問に対して、まあ、お答えさせていただいたということなんですけれども、えー、今回はですね、あのー、自分がね、出した動画、えミックスダウンのその前に、プロが行う下準備。 若干噛んでましたけど、しどろもどろでしたけれども、えー、その動画に寄せていただいた、えー、質問でございます。最近ゲインステージングの動画をよく見るのですが、熊沢さん流のゲインステージングも教えてほしいですと、えー、いうことですね、えー。ゲインステージング。課題ですよね。はい。まあ、ゲインステージングって何っていう話なんですけれども、まあ、要はそのミックスに入る前の まあなんか下準備した時のまあそのボリュームの取り方ですね原因の取り方ですはいでこれこの言葉の起こりをちょっと僕ちゃんと分かってないんですけどおそらく要はそのえー、っとヘッドルームをどれぐらい確保するか要はそのベッタベタにマイナー1デシぐらいまで振っちゃってるとコンプしたりあの する余白がないしあのフェーダーガンガン下げなきゃいけないじゃないですか。っていういろいろ自由度が狭いよねっていうところで僕あの音楽の仕事もしますけどカメラの仕事もするんですね。でカメラの仕事で、えー、もうそうですし、まあ、音楽の仕事でのレコーディング現場とかもそうなんですけれどももうマイナマイナ一弟子とかまでギリッギリで録音することってまあないんですよね。はいいどんなな音がいつ入ってくるかかわらない。 っっていうことも結構あったりすするんですよ特にカメラの現場ってカメラについてるマイク、うん、あるいはそのカメラにマイクをつけるという形で録音をし,てしながらあの録画をしてるわけですけれどもまあなんかその急に手拍子されたら結構でっかい音入ってくるしなのでまあおおむねマイナー12からマイナー13デシベルフルスケールくらいで、うん違うマイナー12からマイナー10かなデシベルフルスケールぐらいを目安に あのののの平均的にその辺ででりりたたいいななっっっててうすすするんですよ、まあ、ヘッドルーームの確保が一つゲインンステージングの意図かなと思ってますでもう一個は、まあ、アナログシミュレーション系のプラグインって今めちゃくちゃあるじゃないですか僕はウェーブスのプラグインをめちゃくちゃ使うんですけれどもあのそのアナログモデリング系のプラグインってそのモデリングするときにシミュレーションするときに絶対に基準の音をもってしてその特性をシミュレーションするはずなんですよね どんな基準を持ってどの入力音に対してどういうこう培養の乗り方がしてますとかノイズの乗り方がしてますっていう基準がないと再現しようがないと思ってるんですよなのでそのプラグインが持ってる最も美味しい特性を引き出そうぜっていうのもゲインステージングの役割なんじゃないかなって思ってるんですねはい なので、まあそういうことを踏まえて今日のお話聞いてもらえると理解が深まるんじゃないかなと思ってます。はい。それでは行きましょうか。はい。えー、っと、僕がどういうふうにゲインステージングをしているかのお話ですね。はい。えマスタートラックにまず、えー、っと、僕はですよ。僕はですよ。えー、っと、この人。ダダダン。 クレーマーテープを入れてまーす。クレーマーテープウェーブスのクレーマーテープですね。あるいは、えー、まあこれフリーでも落ちてると思うんですけど、下の方ですね。僕はウェーブスの VU メーターを使ってまーす。はい。こんな感じ。はい。こんな感じ。ですね。これを使ってやります。はい。で、これをチェックするために、ちょっと1個。 音を入れたいんですけれどもソフトウェア音源から、えー、テストオシレーターをちょっとモノラルで入れますでえー、っとこれをテストトーンね、えー、サイン波サイン波の 1K これをマイナー18にしますはいでこれをオンにするとこういうテストトーンが流れるんですけれども はい、見てください。これステレオで 0VU ですね。で、こっち多分モノラル音源だからなのかな。あ、違う。これあれだ。えー、っと、ごめんなさい。ちょっとクレーマーテープの前に入れます。はい。多分、クレーマーテープで倍音が乗っちゃったんで、今ちょっと振ってたんですけど。はい。えー、っと、どちらも 1K のサイン波の入力に対して 0VU を指すように えー、チューニングされてるんですね、はい、これちょっと一回切りますねうるさいから。<laughs> で VU メ、えーターっていうプラグインの場合にはこのヘッドルームっていうのを調整することによって、えー、っと基準を変えられます。多分結構大圧高い楽曲を作ってる人とかだったらマイナー14の 1K のサイン波が入ってきたら、えー、0V を指すように ミックスしていった方が結果上がりがいいんじゃないかなと思ってるんですけれどもまあそんな感じでえー、っと今僕が出したプラグインの両方ともマイナス 18dB の 1kHz のサイン波が入力されたら 0dB になるようにキャリブレーションされてますこれはハードウェアの世界でも当たり前のマイナス 18dB の 1K のサイン波っていう のがあるんですおおむね僕が使っているウェーブスのアナログモデリング系のプラグインであれば大抵の VU メーターを搭載しているアナログモデリングのプラグインはマイナー1 8デシベルでキャリブレーションされていると僕は認識していますはいなのでこの VU メーターを活用して、えー、キャリブレーションというかゲインステージングをしていこうというわけですね で、僕、なんでクレーマーテープを入れるかっていうと、えっ、ー、と、ミックスのマスターの最終段にクレーマーテープ入れるからなんですよ。はい。なので、だったら、もう、それを前提に音作りをしていっていいんじゃないかと。ゲインステージングをしていっていいんじゃないかという結論でございます。はい。でです。じゃ、こっから行きましょうか。今、えー、パッドの音色を えー、ソロで流します、ね、はいこんな感じで、まあ、なんかこううろ,ろうろうろうろメーターがワン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 ってするわけですよ。はい、で今ピークがマイナー 8dC8.8dC ってなってますけれども僕はおおむね この平均的に0を目指してます、いつも。はい。平均的に0出しで VU のメーターが振るように調整します。で、その時には、例えばロジックだったら、このユーティリティのゲインでトリム的に入れて再生しながら、なんとなく、なんとなく0出しになるように設定していくんですけれども、このゲイン、 あのロジック使う人皆さん是非覚えておいてほしいんですけどこのねノブを回す時えっ、ー、と普通に回すとガラーンって上がっちゃうんですけど微調したい時はシフトをしながらやると0.1デシずつ動きますどんなにどんなに動かしても必ず0.1デシずつなんですよだけどこれ何も押さないでやるともういきなり0.4とか0.8とか動いちゃうんですよねこのの微調整がすっげー難しいので えとシフトを押しながらやっていくと微妙な調整もしやすいです。でデフォルト値に戻したい時はオプションクリックですね。はい。でこれで、えー、音を見ていくと。で今ちょっとこうステレオで全然音の出方が違ってるんですよね。 で、その時に今、えっ、ー、と、左、L のチャンネルの方を平均的に0でしがいいなと思って設定していこうと思ってトリムしてったら、こっちの方がですね、あの、プラス 3VU ぐらいまで張り付いちゃってたんですよね。で、それは嫌なんですよ。あの、この0からプラス3の方まで振るのはいいんですけど、張り付いちゃうのはちょっと、もう、あの、レベリングというか、そのメーターを見るという機能がなくなってしまうので、それは嫌だから、 まあこんぐらいいかなという,ふうにゲインステージングをしています、はいまあ、こういうね持続音的な音であれば結構 VU で管理しやすいんですけどこういうスネアの音ですねスネアの音とかスネアってすごくそのアタックが強くてリリースが短いものが多いんですよね。 で今見てもらうとまあス1 1 7でし振ってるのに VU 側ではマイナス1 0 v u ぐらいしか振ってなかったじゃないですか VU の特性としてえー、っと3 0 0ックぐらいちょっと遅れて入力音に対して反応するって特性があるのでアタックの速い音源に対しては鈍感なんですよねでもこれが実に人間の 聴観上の音の大小の捉え方に似ているというところで VU メーター重宝してるんですよ。このブロックのウッドブロックの方も聞いてみるとはい、これはですね、えー、っとちょっと高音域が強い音源ですよね。これの場合マイナー フェーダーの方では振ってるんですけど、VU の方ではマイナー 20VU くらいしか振ってないんですよね。はい。で、VU の特性のもう一個として、低音域には反応しやすいけれども、高音域には反応しづらいっていう特性もあったりするんです。はい。でも人間の耳ってそうじゃないですか。高音域よりも低音域の方が、音がでっかく感じるんですよね。うん。なので、聴感上、音がでっかく聞こえるのは低音域だし、えっ、ー、と、音が、えっ、ー、と、長く伸びてる方が、 音がででっかく聞こえるんです瞬間的なでっかい音っていうのは割と認識そんなに大きいと感じないですよね。うん、っていう特性を結構しっかり、えー、っと再現してくれてるのが VU メーターなんですよ。で、でですよ。じゃあこういう、えー、っとトランジェントの短い楽器の場合 VU に反応しづらい楽器の場合どうしているか。で僕の場合はスネアとかはマイナ 10VU でいいと思ってます。はい。 概ねマイナ,ナ 10VU を目指せばいいと思ってます。で、こういうちょっとこう、高音域が強いもの、ハイハットとか。僕、ハイハットなんかは、クローズで叩いてるときはマイナ20ぐらい。オープンで、まあ、マイナ 10VU とかであればいいんじゃないかなと。そうするとね、大体なんとなく収まりがいいと感じてます。はい。 で、シンバルとかも実は結構反応しづらくて。なんだこれ。これは結構反応してくれましたね。ローが結構出てるので。とか、うーんとまあ、ここのプラックの音源いきましょうか。これなんかは。 これなんかもっとガン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 ついてっていいかなっていう感じですね。はい。<laughs> まあそのような形でございまして、VU メーターを見て管理していくのがいいかなと、えー、思ってます。はい。でまあ、デシベルで管理したい人は、MAX でもピークマイナー6デシぐらいでノーマライズかけておくぐらいがちょうどいいと思います。そしたらある程度フェーダー下に下げれるのでいいかなと思ったりしてます。 で、このゲインステージングでそんな音大きくならないんですよ。で、でなんですけど、DAW ソフトのこのフェーダーって下に行けば行くほど僕は音の解像度が落ちると感じてます。なのであんまりフェーダーって下げすぎない方がいいんですよね。で、その時にゲインステージングで まあ、マイナイマイナ 18VU くらいで、ああ、と、マイナ 0VU とか、まあ、充電式近辺ぐらいで収めておくと、まあ、フェーダーをあんまり下げずに済むし、僕結構プラグインをガンガンこう刺してた時にも、なるだけマイナ 0VU くらいにキャリブレーションしちゃったりとか、なんならプラグインのノブでミックスしちゃうっていうことも結構あったりするので、あんまりこのフェーダーをいじらずに、あのー、いくために、 大幅に変更しなくていいように、えー、ゲインステージングはあるんじゃないかなとすら、えー、思っておりますよということですね。はい、で、まあ、僕実際そのゲイントリムであのトリムするよりも結構ここでミックスの前にそのパラアウトする前に結構音作りをしちゃうことがあって例えばこうシェップスの73っていうね ニーブのをモデリンンググしたプラグインがありますはい、これ、シェプスさんっていう人が持ってる、ニーブの1073をシミュレーションしたものなんですけど、まあ、リアンプみたいな感じですね。レコーディング現場って必ずプリアンプを通すので、あの、オーディオインターフェースとか、レコーダーに入る前に必ずプリアンプで、マイクの音を増幅してから取り込むっていうことをするんですけども、まあ、有名なこれ、プリアンプです。例えば、えー、このシェプスの73を僕は必ず通してるんです。 で、キック、ちょっと音入れていきますね。で、僕、キックとか打楽器の場合はピーク、ピークで 0VU がいいなと思ってまして、これを、このインプットのトリムがついているので、 はい、でこのえー、っとシェップスの73の中の VU 今アウトになってますねアウトのレベルがまあ 0VU になるようにここでトリムかけちゃうということをしますはいで見てもらってたら分かったと思うんですけどこのシェップスの73でアウ,、えー、っとアウト 0VU にしててもクレーマーの方でも0なんですよだからそんなに派手に倍音がつかないですねこれね で、もうちょっと派手に倍音つけたいなと思ったらまあメーター見ながらでこういう感じでちょっとあのー、プリアンプのところをねついていってもいいのかなとは思ってます。 はい。それ以外にも、あの、プリアンプをモデリングしてるプラグインっていっぱいありまして、せっかく今、ブラックフライデー、ね、真っただ中なので、ちょっとお話ししておくと、えー、クレーマーのこの HLS ね、ヘリオス。はい。これも、えー、立派な、えと、ー、プリアンプですね。これにちょっと入れてみると、 はいこんな感じですね。これはね結構有名なこれもプリアンプなんですけれども僕は結構アンプを通したエレキギターエレキベースシンセエレピなんかは積極的にこのえー、っとプリアンプを使います理由としてはえー、っとアンプ通すとアンプシミュレーターとか通すと結構ロー削れちゃうんですよ。うん。それはあの立ててるマイクの特性とかいろいろ含めてローが削れやすいんですよね。でその時に このヘリオスってイコライザーももちろんついてるんですけれどもこのベースっていうところねあのー、ここがまあ指定した周波数をどれぐらい持ち上げるかっていう原因の部分なんですけどこれ今0になってるじゃないですか。でこの周波数選択するだけでちょっと音がでかくなるんですよ。 分かります VU 見てても分かると思うんですけど、はい。こういう感じで、あのー、ちょっといじれるので、こういうことができたりするので、結構重宝してるプラグインです。で、もう一個紹介しておきたい、まあ、プリアンプ系のプラグインが、えーっと、どこだっけ。あ、これ。NLS チャンネル。はい。ノンリニアサマーというプラグインなんですけど、 これは、えっと、これがね、えっと、SSL、ね、せ、世界で世にも有名な、ソリッドステートロジック社の、えっと、これ 9000E だっつったかな ?4000E っつったかなま、あの、ミキシングタックのプリアンプの部分をごっそり抜いたものですね。で、これが、えっと、n e のコンソールのプリアンプ部分、部分。で、これが、えーっと、 EMI の TG の12345だったかなの、えー、っとミキシングコンソールのプリアンプだけ抜いたもんになってます。はい。で、じゃあこのスパイクとかで見ていくと、よいしょ。はい。 こんなな感じになってますこれ、インプットトリムついてないので、これは、えっと、原因とかの何か,かしらのトリムをあの置いておいてあげるといいと思います。で、これ、実は、あの、デシベルなんですよ。これ、VU メーターじゃないので、これ見ててもらうと、 あのデシベルフルルフスケーーーのメーターなんです、はい、なのでこれを使うときにはあのこっちのメーターは見ないで、えー、VU を別途見てます、はい。という具合ですね。まあこの辺の,あのアナログモデリング系のプラグインの中で、まあ、プリアンプの部分の回路をシミュレーションしているプラグイン、えー、シェップスの7-3であったりクレーマーのヘリオスであったり、まあ、このノンリニアサマーであったり。 を僕は必ず通してますね。はい。ゲインステージングの際には。必ず通しています。っていう感じかな。他にあったかな。他に、ヘッドだけ。他ないかな。僕がミックスで使うのはまあこの辺ですね。ミックスじゃなくて、ゲインステージングで使うのは。はい。で、今、まあ、今日ご紹介した中で、えー、っと、このノンリニアサマーとシェップス以外は全部、あの、 ウェーブスのホライゾンに全部入ってるので、あの、今3万円ぐらいで買えるんじゃないですかブラックフライデーだったら。結構お買い得なあのプラグインなので、守、まあ、っておくことをお勧めします。はい。で、まあ、このゲインステージングが終わったら、パラデータを書き出して、えー、いざ、ミックスだっていう感じになります。はい。で、ゲインステージング終わったら、まあ、データ残しておく、プロジェクトファイルとか残しておく方がいいと思うんですけれども、パラにして、 まっさらな状態で、全くプラグインが乗ってない状態で、よし、ミックスをするぞっていう気分になると、あの、すごく上がりが僕としてはいいんじゃないかなと。で、マシン、うん、マシン負荷もある程度抑えられるので、いいんじゃないかなと思っております。はい。 ということで、今回は、えー、ゲインステージング熊沢どうやってるのという質問に対して、まあ、熊沢はこんな風にやってるよというお話でございました、えー。ぜひ参考になりましたらですね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。そして、ツイッターインスタグラムでも、えー、ぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。熊沢でした。